すごい広いですね。切れ味が鋭いタイプです。エッジが効いてる。じゃあ地元氷見で揚がりましたマダラから取った白子ですね。マダラの骨から取ったお出汁で炊いた白子になっております。上には黒七味振っておりますのでピリッとアクセントついておりますので、そのまま、お召し上がりください。これはそうですね、地元氷見で揚がりました11キロのブリです。でかいな、やっぱ。こっち側が背中で、こっちがお腹ですね。そうですね、ここにたっぷり油があって、これがちょうど寝かせることによってこう油も浮いてきて、綺麗な赤と白のグラデレーション、グラデレーションですね。なるほど。うわ、来たー。はい、失礼します。いいわ。地元富山湾で揚がりましたバイ貝、あとは、先ほど申し上げた氷見のブリですね。11キロになります。回ってますね、油。これモジオですか？これモジオです、石川県の珠洲のところです。震災結構大変だった場所ですね。そうですね、ちょっと取引してるところもちょっと被災ありまして。あ、すごいやっぱクリアな感じがします。綺麗な味がします。でこちらが富山湾の甘エビと、北海道の、バフンミを、合わせてます。ウニ甘エビパフェですね、これ。そうですね、デザートのようでもあり、お酒のあてにもなるっていう、本当にやっぱ。リエモンって言ってるんです。アケボノっていう銘柄の、お酒の銘柄です。でリエモンっていう、ブランドというか。という、美味しいです。合いますね。なんか広がりますね。お酒の味わいもあるし、酸味もあるし、それでいて綺麗がいいですね。すっきりしてるんで。お店ここの1年半前にオープンされたっておっしゃったじゃないですか。その前はどちらでやってらっしゃったんですか？東京で10年ぐらい。あ、そうなんですか。修業してました。エリアはどちらにいらっしゃったんですか？銀座の老舗で、7、8年ほどと、あと日比谷の方で、2年間、あとちょっと格好の方で最後ちょっと来ました。こちらが地元氷見で揚がりましたカワハギですね。肝と一緒に、シンプルに、身と肝、あとはもうお醤油、わさび、もう素材のまま、味わってください。本当に、お水だけで炊いたタコ、タコの旨味だけを閉じ込めた、煮だこになってます。農林水産業とか伝統工芸なんか本当に集中してるんで、被災あったところもありますけれども、本当に皆さん、前を向いてしっかりと、もともとその継承、事業の継承とかいろんな課題はあったんですけれども、今回本当に、それに向けて本当に皆さん力を合わせて、本当に未来に向けて、いいものを残していこうっていう動きがすごい強いので、僕ら飲食業界もそうなんですけど、本当に一日も早く自分たちのなりわいをしっかりと始めて、
それに、求めてくるお客さんに少しでも、仕事をすることによって、まあそれが一番僕らができることかなとは思ってますよね。大将の両サイドの影が映ってめっちゃかっこいいっす。かっこいいっすね。3人で作ってるみたいな。なりますね。すごいかっこいい。失礼します。うわ。そうですね。これまたでも向こうがいい仕事をしてくれてるので本当に相性ぴったりだと思います。シャリがあったかい。シャリはもう白酢ですか。そうですね、2種類ブレンドしておりまして、純米の米酢と、富山県産の古代米、黒い、米をから作ったお酢を2種類ブレンドしてます。へー、はい、ちょっとさっぱりとした酸味も出したかったんですけど、やっぱりその中にちょっとしたコクというか、うん、それも赤酢じゃない形でちょっと香りがちょっと気になるので、そうじゃない形でコクを出したかったので、ちょっとこのブレンドに行き着きました。結構個性的な処理ですね。はい、自然栽培で作ったお米、特にこの能登氷見エリアで作ったものに関して言うと、笹しぐれという米を使ったりコシヒカリちょっとブレンドしてるんですけど、ちょっと余韻にすごい優しい甘みがじわっと出てくるので、その甘みを生かす寿司にしたいなと思って逆算してお酢とネタの手当もこれにお米を中心に考えておにぎりを作ってます。こちら富山湾で揚がった白エビですね。富山の宝石、はい、実際の甘みなのでちょっと大きめのエビをたっぷりとネタにしておりますね。かわいい。白エビも網で取るんですかね。そうですね、はい、結構深いところにいますので、甘エビとかあの辺のエビと同じ海域ですかね。柔らか、ふわふわ。いや、綺麗ですね。その切り方とかを拝見しても、さっきのアジとかもそうなんですけど、はい、あと器とか、はい、すごいなんかやっぱアーティストというか、やっぱり器用な方なんだなっていうのがなんか伝わってきます。して、イメージ通りのものが作れるように、切り付けにはやっぱりすごいこだわってますね。そのシャリと合わせた時、握りとして完成したところまでやっぱりイメージしてバランスを考えてやっぱり作ってますね。音楽を好きで、もともとはそれをお仕事されてたわけじゃないですか、で、お寿司屋さんになれて、どっちもその芸術だと思うんですけど、なんか共通項とかありますか。その音楽でマネージャーやってた時に特にやっぱり大事にしてたのは、コンサート、ライブですよね。ほう、やっぱり目の前にお客様がいらっしゃる
環境でやっぱりアーティストとお客さんの掛け合いもありながら会場を一つにして盛り上がっているっていう意味では、まあ、やっぱりこの、ステージと、まあまあ、お客さんの隔ててるものっていうのは全く一緒だと思うんですね、はい、やっぱりお互い一緒に作り上げていくものでありますし、やっぱお客さん次第で出来上がってくるもの、やっぱりお客さんにより合うものっていうのを意識しながら作ってますので、やっぱりその時にそのタイミングでしか、そのお客様にしか出せないものっていうのもやっぱり出てきますし、まあ、そういう呼吸から来るものってやっぱり音楽のライブってすごい近いものがあったので、やっぱり意識してるものは全く変わらないですね。なるほど、はい、バイブスが、バイブスが、バイブスが、寿司バイブスが、すごい素敵なお話。こちらが氷見で上がりましたマフグの白子丼ですね。下にシャリが隠れてますので、まあ、白子を崩しながらシャリと合わせて召し上がってください。あ、でかいですね。そうですね、地元で上がった3キロぐらいかな。3キロアップのアナゴは多分過去最重量ですね。2キロアップは食べたことあるんですけど、はい、3は普通寿司には向かないですよね。東京では多分絶対使わないと思います。僕も地元でそんなに数多くないんですけど上がるんですね、まあ、これ式です。可能食べれるか。ちょっとうわ、氷見のアナゴ。箸で持った瞬間に崩れそうな。あ、ちょっと甘めで、はい、砂糖の感じがちょっと甘み強くしてますね、まあ、大きいアナゴで身は厚いんですけど身自体は淡白なお味なので、うん、しっかり味付けはしてますね。地元富山湾で上がりましたバイガイ、あとは、先ほど申し上げた氷見のブリですね。11キロになります。回ってますね油、はい、すごいやっぱクリアな感じがします。綺麗な味がします。そうですね、これはまたでも僕がいい仕事をしてくれてるので本当に相性ぴったりだと思います。本当に小さい頃から
ごぼうで揃ったというか、まあ、正月のお雑煮なんかもごぼうと味噌汁だけの餅のお雑煮だったりするので、うん、これはブリの、心臓です。うわ、すごい、はい、ブリの心臓、はい、やっぱ京都で、はい、京都でのブリの心臓を握りに、中に入れようとかますんですか。かまします、ブリのやっぱり良さっていうのはやっぱりこの時期だと脂もあるんですけども、やっぱり長距離を泳いできた血の強さ、筋肉の強さもありますので、まあ、それはちょっと脂と筋肉とあと血の強さをこう3種盛り込んで握りにしようと思います。お腹の部分ですね、はいはい、ハラスの部分、こちらが背の血合い岸の部分、筋肉がしっかりと発達しているところですね。これがブリの心臓、今日取れたブリが取った心臓ですね。はい、身の2枚の方は5日寝かせで、はい、これは5日寝かせのものです。もこれはもう今日取れたフレッシュなの血抜きはしっかり行って臭さはないんですね。ハツはやっぱり寝かせるとかないですよね、はい、やっぱり臭みが出やすいので3日ぐらいまでだったらなんとか使えるんですけど、はい、ただやっぱり食感とその血の強さを感じてもらうんだったらやっぱりその日のものが一番いいと思いますね。これはでもいわゆる産地じゃないと食べれないお寿司ですよね、はい、絶対に。心臓はちょっとやっぱ東京ではなかなか召し上がれないと思います。すごい。これは、はい、商品名はありますか。僕はもう思いついてるんです多分結構ブリのミルフィーユっておっしゃる方いらっしゃるんですけど、ちょっと横文字があれなんで、僕は、はい、12枚まではいってないんですけれども、ほう、12一重からブリに一重勝手に呼んでるんです。ブリミ一重、ブリミ一重です。一番上が腹ですね。はい、ブリトロ、はい、腹トロ、セトロ、ハツ、食感の三段活用というか、はい、そうですね。やっぱり最初に油が口いっぱいに広がって張り付いた油が、まあ次の、はい、筋肉が発達して味の濃い部分につながって、最後は食感と、はい、血の綺麗な血の強さを感じてもらえる。この三段重ねは、はい、どうやって思いついたんですか。これはですね、もともとは心臓は入れてなかったんですけど、はい、やっぱりブリの強さを追い求めていった時にやっぱり油と旨味にもう一つちょっと要素が欲しかったんですね、うんうんうん、でそれで思いついたのはまあ、もともと氷見はその心臓だけでお刺身にしたりとかして食べてたんで、あ、これもしかしたら握りで使うとブリ の味わいに深みというか厚みが増すなと思って、まあ、少しずつちょっと改良を重ねながら、まあ、今の形に行き着きました。いや、これはでも本当ここでしか食べられない感じですよ、ね、美味しいです。広すぎないですかお店。そうですね、ちょっと広さはちょっとどこにも負けないような作りにしようかと思ってたんですけど、ね、カウンターが何席もあるんですか。まあ、通常は8席、まあ、7メートルあるんで8席ゆったりめで取らせてもらってるんですけど、まあ、椅子をびっちり並べると11まで入ります、ね、で個室もあるんですか。個室も2部屋用意してます、まあ、氷見ってなかなかプリのイメージとか東京だと強いんですけど、はい、まあ、なかなか現地に、はい、富山来て氷見まで行くかっていうと、なんかまだまだそのなんか僕も今回そのいいなと思ったんで、はい、なんか改めて大将も地元帰られて、なんか氷見の良さとか、はい、まあ、富山の良さってなんかどんなところかなと。やっぱり氷見の魚でも大量に消費する場合とか、まあ、大きな魚、地元じゃ消費できないようなものは東京には行くんですけども、まあ、その中にもう本当に東京で味わえない一線級のものもありますし、まあ、こんなものが氷見で取れるんだっていうのもありますし、まあ、それはやっぱり地元でしか味わえないものですし、でも本当に昔ながらの町のお世話もありながら、はい、こういうよりこれから次世代を担っていかれる30代40代の大将のこうお任せスタイルとかで、なんかこれからもっと盛り上がっていきそうというか、多くの方に知っていただいたら、はい、なんか食べに行きたいなってすごい思えるエリアなのかなって勝手に思ったので。そうですね、まあ、そこはやっぱり、まあ、地元のお客さんも愛されたいですし、はい、まあ、やっぱり他県の方、やっぱり海外の方にも、まあ、それだけ価値のある魚が食べれるところではありますので、まあ、それは、まあ、僕なりの形で伝えていきたいなとは思ってますね。
ぱりあのご経験も料理屋さんにもいらっしゃったっていうので、はい、おつまみとか器とかこのなんか空気感も、はい、お寿司屋さんであるんですけど、はい、なんかちょっと割烹感もあって、はい、なんか ライブ感もあって、はい、なんかすごい海外の方とかにも受けが良さそうなお店かな。あ、ゆくゆくはやっぱりそういう方にも来ていただいて楽しんでもらえたら、あの僕としては幸せですね。